それではヘアケア理論について学んでいきましょう。ヘアケア理論ベーシック編は5つのチャプターに分けて解説を行っていきます。シャンプーを使用され始めたのは江戸時代で、それ以前は植物の粉末や植物を浸した水で洗浄をしていました。江戸時代では海藻のふのりを使用したオリジナルのシャンプーを使い始めます。使用頻度は1ヶ月に1度程度で、髪質が良くなると庶民の間で広く使われるようになります。界面活性剤の役割は水と油など本来混ざり合わないものを混ざり合わせる成分です。この界面活性剤があることで汚れを落とすことができます。この界面活性剤の役割が浸透作用、乳化作用、分散作用です。蒸気3つが作用することで